高塚佐助平は、江戸時代中期の区下。富士市長者。十一位、関白。陽名は厚宮。東山天皇の高尊。豪石家の一つ高塚佐家の養子になり、第二十一代当主となる。以降高塚佐家は、神別石家となった。自家人親王の第四巫女。母は、家女房、長生院。性質は、長州藩主、毛利重成の次女。 左よこ、降格天皇は老いにあたる。スケヒラの子孫は渦を参照。相続した高塚酒に関しては、タスク生が死去し、その父、スケヒロが新たに宮城家から広市通りを養子しに迎えたことにより、以降、スケヒラの血統ではなくなるが、タスク生の長兄、特大寺木に糸が継いだ特大寺家などがその血統を伝えている。漢方三年。 高津笠元樹が17歳で急死して、高津笠家は断絶の危機を迎えた。元樹の実父で、もともと高津笠家から養子に入って一条家を継いでいた、当時の関白一条健康はこれを憂慮して、桜町天皇に対して、弟の聖宮を高津笠家の養子にするように願い出た。これに対して天皇は高津笠家から西園寺家に養子に入った、 西園寺実助の子孫から養子を迎えることを提案した。だが、健康の案は、西宮が病弱で設計の当時は務まらないとする。天皇が反対し、天皇の案は、石官が設計以外に移ることを恐れた。健康が反対した。そのため、健康は、天皇の同意を得て、春日大社に使者を発して、後継の信託を求めた。春日大社での占いの結果、 自家人神皇の御子である厚宮が養子に選ばれた。そこで健康はまず厚宮を桜町天皇の勇士とし、続いて自分の養子に迎えた上で一条家からの養子という形式で高塚酒を相続させた。延長2年12月7日、建福。関連6年、内大臣。天明7年、関白に就任して自分と同様に、 官員の宮家から皇室に入って即位したおいの、皇格天皇即位をよく補佐した。天明八年に始まる、孫悟一件の際は、兄の助人親王やおいの皇格天皇を守らんと、幕府と朝廷の間に立って、解決に尽力した。完成九年に出家し、リノベと号する。文化十年、七十五歳で皇居。読みは政子。政子とも記される。 西恩寺実助は一条健康の実刑であるが、健康の誕生前に、すでに死去している。養子の候補としては、具体的に孫にあたる、ことぶききの名前まで登っていた。健康後期、別記7によると、この時には、健康と天皇の間で、世襲神農家から後継に迎える方針が決められており、厚宮と立群の名前が入った紙、それに、 白紙の3枚から選んだという、長坂義弘、金星設計相続の原則と、超爆関係、金星の設計と、超爆関係、吉川博文館、2018年。2018年、P30-38。ありがとうございます。